あかりさんです。石坂たまえさんです。福山ひろとさんです。以上の3名が明日の最終選考に挑んでもらいます。最終面接を通過した人、いやー来たか、2日目、うん、来ちゃったな。正直自信はあったでしょ、2人とも。正直な話、私はそんなになかった。すごい。本当？うん、だってマッチしないと思うし。なるほど。ダメ、自信あったでしょ。自信か、うん、ボーダーラインではあるかなと。うん、その2人はあったでしょ。俺はもう結構あったね、うん、でも一次面接でこけたから、これまずいなと思ったけど。だからきっとスキルはまだまだかもしれないけど、合ってるってとこでは合ってるです。ですじゃあ、お願いします。はい、はいはい、皆さん、昨日はお疲れ様でした。ついに今日は最終面接です。最終面接の面接官は昨日の三次選考の面接官だった桂さんに行っていただきます。最終面接の順番は石坂さん、斉藤さん、福山さんの順番で行います。とにかく一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。伝わる伝える意識して、全力で私の思いだったりベクトルさんの思いをこう双方向でやり取りできればなと思っています。よろしくお願いいたします。自分という人生をしてもらえるように伝えることを意識して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、本日頑張ってください。はい、はい、お願いします。お願いします。客室に何聞こう。これは桂さんに多分10年で社長に上り詰めたと思うんですけど、それについて聞きたいんだけどさ、どういう、何が聞きたいの。なんか苦悩とか、あとは最初から社長になりたいと思ってあったんでしょ。ああ、それは聞きたい。私も多分そうだよね。後悔はしたくないので、すごく自分のできること、今できることを表現できることを 100%、 120% 伝わるようにっていうのを頑張りたいなっていうのと、多分私の中でも結構ベクトルとマッチするところはあるんかなっていうのは感じてるので、そのマッチするんだよっていうのを伝えれたらいいかなって思います。はい、でしたらベクトルの最終面接を始めます。はい、周りの人から石坂さんはどういう人だって言われることが多いですか。タフだねって言われます。それは意識的にしてること、意識的にそう思われるような行動をしてるのか、特に無意識で、勝手に言われてることなのかってどっちですか。意識的にやっています。タフだねって思われることによってどういうメリットがあると思って行動してるんですか。はい、タフだねって言われることによって自分を戒めています。私がやっぱり自分に甘いところがある人間なので、自分の甘さをなくすために日々タフにわざと予定をいっぱい入れてみたりして、タフに生きることを決めていって、タフだねって言われることによって自分もまたタフに過ごさないといけないので、そこで戒めることによってもっとタフに甘えがなく過ごせるようにはしています。なんかそんな生活を日々続けてると、あ、疲れたっていきなりバンってなんかショートしたりしないですか。はい、時々スイッチ切れます。ですよね。はい、そういう時ってどうやって自分をリカバリーさせていくんですか。はい、とにかく寝ます。シンプルだな。はい、それでもう気持ちはリフレッシュされるんですか。はい、もう完全にリフレッシュされます。なるほどなるほど。世界1位の会社って少ないと思うんですけど、どの業界でも、はい、でその中で、ベクトルが一番世界一に近いと思う理由って何ですか。はい、そうですね、まずアジアナンバーワンになってるっていうところが一つあって、
まあ、アジアナンバーワンになってる成長スピードがすごく速いなっていうふうには思っているので、まあ、そこでその成長率を見た時に世界一になる可能性がすごく高いなっていうふうには感じています。なるほど。そんな成長率についていってる自信って あったりしますか？自信ですか？はい、あります。とにかくタフなので。なるほど。食らいつくしかないかなと思ってて、正直多分私より素晴らしい人間が、うん、方々が多分たくさんいるから、うん、だからこそいろんなことを誰よりも吸収して、とにかくタフに食らいつく、うん、そして成長していく、うん、その成長率をたくさんいろいろ聞いたり、自分から行動していくことによって、その成長、他の方の成長を超えていく自信があります。うん、もしベクトルが世界一になったら次はどうするんですか？次はそうですね、PR 会社で世界一になったとしても、うん、まだ足りないみたいな風に思われてるみたいなことを、うん、どっかの記事で拝見したんですけど、うん、まあ、それこそ広告も入れた、広告業界も入れた会社でもっと利益を上げられるように、うん、そこでも1位を取っていけるようにできるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、なるほど、なるほど。そこのキーになるのは、自分のタフな、はい、まあ、辛い時でも頑張れるっていうところですね。はい、なるほど。キャリアプラン教えてもらっていいですか？ベクトルに入った場合。キャリアプランですか？はい、そうですね。まずはそのチームを形成することが大事、熱いチームを形成することが大事だな、うん、もう具体的に私は正直キャリアプランっていうところはまだ、うん、目星がついてなくて、うん、なぜかっていうと、割とこの今までの人生、今をとにかく必死に生きることを、うん、目標を持って今を必死に生きることをやってたので、うん、なんか将来やりたいこととか、なんかなりたい姿みたいなところをまだ具体的にイメージできてないんですよね。うん、なんでキャリアプランみたいなところはあんまり申し訳ないんですけど、目星は立ってないです。うん、ただ最強のチームを作るために、それこそチームマネージャーになったりとか、うん、なんかそれこそタフに毎日生き続けて、その先に何があるか私は分からないので、その未知なので、うん、そこまで一生懸命頑張るしかないかなっていうのは思ってます。なるほど。キャリアプラン、例えばベクトル入社内定もらったとして、はい、内定までって時間あると思うんですけど、キャリアプランは決めずに、仕事をするっていう形になりますか？いえ、そういうつもりはないです、うん、その間に多分社員の方々と、うん、交流させていただく機会っていうのをたくさん設けさせていただきたいなっていうふうには考えていて、うん、まだ私は正直御社に対しての理解が甘いなっていうのは思ってるので、うん、誰よりもたくさんの社員の方々に、うん、それこそキャリアプランだったり今何してるかみたいなところを聞いて聞きまくって、とにかく自分の将来やりたいこととか、うん、そこまでの道筋みたいなイメージを明確にしたいなっていうふうには思ってます。うん、なるほど、わかりました。はい、お疲れ様です。僕からの質問は以上になります。はい、どうでした最終面接は？出し切れました？食らいつきました。自己採点だと何点ぐらい？自己採点だと79。79、はい、21点足りない部分、21点足りない部分ありますよね。はい、1分お渡しするんで、その21点を、フォローするような、コミュニケーションしてもらってもいいですか？はい、それは私から質問しても？今までのこの20分の中の、いろんな会話が79点なんですよね。でも21点がまだ伝えられてないんですよね。なので21点をフォローするような、何でもいいので1分で僕に伝えてください。はい、まず私は多分御社に対する理解がまだ甘いっていうのはすごい重々承知しているので、そこから の御社に入社するまでの努力量みたいなところは誰よりも頑張る自信があります。もう本当にそこだけかなっていうのは思ってるので、タフに毎日生きて、そこからその自分の最強のチームを作るみたいなところに向けて一生懸命頑張れる自信はありますし、またその最強のチームっていうところが絶対御社に貢献できるっていうところは、まあ、今までの経験もありますし、自信があります、うん、なのでもうとにかく必死に頑張りたいなって思います。あと誰よりも声はでかいし、誰よりも、うん、チームに対して声かけっていうのはできるかと思うので、うんうん、そういう面に関してもなんかメンタルケアみたいなところに関してもフォローできるかなっていうふうには思ってます。とにかく頑張ります、うん、
とにかくもう自分にできることはやったっていう感じですかね。もう伝え熱意は伝わったんかなっていうのは思ってました。お疲れ様。気になるよな。まあ、やることはやったよ。おー、かっこいい。やることはやったけど、それで入れるかどうかは分からない。突拍子もないことはやっぱ聞かれなかった。いや、突拍子もないことは聞かれるよ。これ言ってくださいとか言われた。いや、それ言われてない。今までのフィードバックで結構端的で分かりやすく話してくださったみたいな意見をいただいたので、それを忘れずに伝える伝わるってことを重視して、自分のことはもちろん相手のベクトルさんだったり役員の方の思いも受け止めつつ、双方向で最後面接をしてマッチ度を測れればなと思ってます。はい、それではベクトルの最終面接になります。周りの人たちに、斉藤さんってどういうタイプだよねって言われることが多いですか？そうですね、一番多く言われることは、すごく長期的な努力ができる真面目ちゃんだねって言われることが多いです、うん、そうですね、エピソードとしましては少し前になってしまうんですが、大学受験私は受験していて、公募型の推薦で受かったのですが、その公募型の推薦、小論文と面接っていうところがあったんですね。でそこは実は私、塾に行かず独学で勉強して合格させていただいたっていう背景があります。で私たちの受験期っていうのが新型コロナウイルスの自宅自粛期間になっておりまして、学校にも行けないっていうような状況でした。そんな中で私は高校2年ぐらい、1年生ぐらいから今の大学に行きたい、そしてこういう推薦っていう方針があるんだっていうことを知って、そのためにじゃあ今何をすべきかっていうことを考えて、ニュースをよく見るようになったりだとか、自宅自粛期間中も特別に先生に掛け合っていただいて論文の添削をしていただけるようにして、で自宅ではまあ共通テストだったりっていう一般的な勉強をコツコツ積み重ねるっていうようなことをして、その結果が生まれました。そういったこともあって、こう自分でも思っていますし、周りの人からもそういったなかなか長期的な努力って私にはできないって言われるようなことが多くて、そこが非常に私の特徴として認識されているのかなと思っています。なるほど、そこを意識してやってるんですね。はい、そうですね。でも長期的にやっていく上で、やっぱり、メンタルを崩したりとか、そういうことがあると思うんですよ、そういう時のリカバリー方法って教えてもらってますか？そうですね、私自身その例えばメンタルを崩した時に何かこう趣味で気分を破産させるっていうようなことがあまりできないようなタイプでした、その中で私が意識していることはやっぱり長期的に努力できること、努力するためには目標、ゴール、自分がどうなっていたいのかっていうのをすごく意識するようにしています。例えば受験勉強ももちろん受験合格っていうところもありますし、受験勉強の中でも今経学部に所属しているんですけれども、ニュースを知って例えばテレビのニュースを見た時に、あ、これ知ってるって思えるような自分になりたいなっていうふうに思っていました。そういう理想の自分を掲げてこう長期的に努力を積み重ねていって、少し落ち込むことがあったとしても、今努力しなければここにつながらないかもしれないっていうすごく思うことがあっていて、そういったゴール、目標を自分の中で強く持って、このためには今これをすべきだよなっていう風なメンタルの安定の仕方だったり、自分の励まし方っていうのをすごく意識していました。なるほど、なるほど。斉藤さんの人生のゴールとか人生の目標、こういうことを成し遂げて、一生を得たいなみたいなのって何かあったりしますか？そうですね、お仕事とプライベートで2つあるなと思っていて、お仕事の方は漠然としているんですけれども、新しい選択肢を与えられるような人間になりたいと思っています。その病気の期間の時もそうなんですけれども、やっぱり殻に閉じこもっている人生ってすごくつまらないし、もっと他の人からしたらもっとよりよくできるのにって思うことがすごくあるんだなというふうに思いました。そういった中で私も何か新しい価値観を与えられるような人間になって、私のおかげで、あるいはその私が属している企業だったりサービスのおかげでこのことがすごく良くなったって言われるようなお仕事について、そういった方々を増やしていって、企業単位、組織単位、一人一人、あるいはもっと社会全体に新しい風を吹かせる人間になりたいと思っています。でプライベートの方としては少し似てるんですけれども、私は海外の方だったり自分と属性の違う方とお話しすることがすごく好きなので、まあ、平たく言ってしまえば世界中に友達がいるような状態にしたいなっていうふうに思っています。
先ほどの話と似ていて、やっぱり新しい価値観、新しい選択肢を自分でもずっとずっと継続して吸収できるような人間になっていたいと思っています、うん、なるほど。 PR 会社って上場してる、はい、会社も数社あるんですけど、はい、その中でベクトルを選ぶ理由って何ですか？はい、私の中でベクトルさんを選ぶのが2つ理由がありまして、1つがやっぱり規模としての大きさ。私は正直何か0からもっと1に伸ばしたいっていうよりかは、今あるこの膨大な経験だったりリソースを生かして、それをもっと多くの人に知ってほしいって思うようなタイプの人間です。なのでアジアナンバーワンっていうところであったりとか、多様な人材がいらっしゃるっていうところで、自分なりにその強みとしての個性を掛け合わせていいアウトプットを出せるっていうところが活かせるし、私はそうした環境で働きたいなと思っています。でもう一つが少し似ているかもしれませんが、昨日の社員訪問の中ですごく感じたことが、社員の方々が一人一人高い目標を持ってらっしゃる方が多いっていうお話を伺いました。で先ほどから申し上げている通り、私は目標ってことがすごく大事だなと思っていて、今は私は漠然とした目標ではありますが、そういったこう漠然としてでも、あるいはもっと具体的な目標を持っている方々が周りにいらっしゃる環境、それがそして自分の目標が受容されて、すごくそれを応援してくれるような企業だっていうお話を伺ったので、そういった環境だからこそ自分の適性であったりとか、やりたいことが成し遂げられるのかなというふうに思っています。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ベクトルって、新卒だとエントリー数万、2万人ぐらいエントリーあるんですけど、はい、で内定取れるのが50から60ぐらいなんですね、はい、なんで、まあ、400人いて1人っていう感じなんですよ、はい、で、まあ、その50人も結構優秀な人たちが入ってきて、その中で斉藤さんが絶対この同期60人ぐらいの中で私はここだったら勝てるっていう部分ってところだと思います。先ほど申し上げた長期的な努力でコツコツと積み重ねていって結果を出すっていうところだと考えています、うん、いわゆる少し言い方を変えると計画性っていうところにもなるかなって思っています、うん、そこはやっぱり他の方からも言われている通り、うん、今まで自分がそういった人生を歩んできたので誰にも負けないのではないかなと思います、うん、なるほど、わかりました、はい、はい、僕からの質問は以上になります。ありがとうございます。コミュニケーションというところ私もすごく重要視してますし、うん、これからもっとつけていきたいなと思っているんですけれども、うん、例えばまあ相手の立場になるっていうところがコミュニケーションに必要な要素として挙げられると思うんですが、勝田さんご自身が一番大切にされているコミュニケーションの立てとか、あるいはこうベクトル全体で皆さんが意識されているコミュニケーションのあり方って何かあったりしますか？そうですね、ベクトル全体で言うとやっぱ相手のことをしっかり理解しなさいとか、うんうんうん、ベクトルズロックっていうのがあったりするので、はい、その辺を、意識しましょうとは言われてますけど、うんうん、僕自身が大事にしてることはやっぱり、少しでも相手の持ってない情報とか、相手の初めてを作りに行きたいっていう意識が強いので、人よりも多くの経験を、積みたい、で僕自身も、新しいチャレンジをすることによって、はい、得られることもあるので、うんうんうん、そういう活動を止めないようにしていて、であとは、ワントゥーワンのコミュニケーションとか、あの対 N に対しても少しでもこうみんなに刺激になるような、うんうん、ことを、新しいことをやっておけば刺激になる人数は増えていくはずなんで、はい、まあ、そういうことを仕掛けていきたいなとは自分の中で意識してますね、うんうん、はい、なるほど、ありがとうございます、こちらでベクトルの最終面接終了します、はい、ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました。白熱した、あれなんか変わってる、白熱、白熱した、白熱したかなんか分からないです。どう、余裕そうやな、え、余裕そうやな、まあ出し切った、同じように出し切ったかなっていう感じですよ。はい、はい、頑張れ、いってらっしゃい、いってらっしゃい。まあ、ちょっと伝わる、ん？伝えるじゃなくて伝わるっていうところを多分すごく今回の一日でできてないと実感したので、まあ、そこをちょっと突き詰めて自分の中で何を話すのか、何を、まあ、伝えたいのかっていうのをちょっと意識してシンプルに的確に話せればいいかなと思います。そうすれば絶対にいけると確信しております。まあ男子一人だけなので、男子が代表として頑張って内定勝ち取りたいと思います。負けません。はい、お願いします。ベクトルの最終面接です。はい、でしたらまず福山君の自己 PR を教えてもらっていいですか？はい、私の自己 PR といたしましてはリーダーシップがあることね、です。
アルバイト先のスターバックスでの時間帯責任者とか、あとサークルの代表という経験から、うん、傾聴力とか、あとは分析力、うん、あと、まあ、みんなを引っ張っていくっていう雰囲気作りとかに注力して取り組んでいたので、うん、そこに関しましては自分の経験則からリーダーシップがついているのではないかなと思っております。なるほど、わかりました。多分あの、まあ、昨日とかもリーダーシップのとこだいぶ触れてたと思うんですけど、はい、ちょっとイメージしてもらいたくて、売上が全然、売上が例えば500万の、はい、店舗がありますと。でそれを2倍にしなさいと、はい、で、メンバーが5人ぐらいいますと。でメンバーはもうそんなに激しく働きたくない、はい、でもそれを2倍にしないといけないっていうリーダーを任せたらどういうコミュニケーションをして、はい、1000万、目標の2倍を達成していきますか。はい、まずその5人に1人ずつアプローチしていって、うん、で、まあ、定期的なミーティングもそうなんですけど、個別個別でまあアプローチしていって、で何がモチベーションの根源なのかとか、うん、あと何を楽しいとして働いてるのかとかっていうところをまず深掘りしていって、でそこからそのモチベーションを上げるためにはどうしたらいいのかっていうのを考えて、うん、一人ずつアプローチしていくって感じになります、うん、で一番売上を上げるには、従業員っていうのが一番大事だと思っていて、でいくらこうお客様が来店したとしても、まあ、回転率が悪いと売上が上がらなかったりとか、サービスの質が悪かったりだったりとかしたら、お客様が減ってしまうっていう現状があると思うので、うん、まずは従業員の育成から始めたいと思っております。なるほど。どういう役割を与えます？まずは、まあ、おのおののスキルっていうのを把握して、うん、これってカフェとかっていう、でいいですよ、カフェでいいですか、はい、まあ、まずドリンクを作るとか、うん、あとはレジの接客とかっていうのを、うん、まあ、全員がある程度できるようにするまで全部のポジションっていうのを、うん、まずできるようにしていって、うん、でそこからその平均以上のスキル、それ以上の価値を届けれるようなスキルっていうのを上げるための人材育成をしていくと思います、うん、なのでポジションを振る役割をつけるっていうよりかは、うん、全員がその役割をこなせるような、人材育成をしてると思います、うん、それで2倍の1000万円ってたどり着けそうですか？まあ、すぐには無理だと思うんですけれども、うん、まあ、それがこの根本がないと、うん、そもそもそれ以上の施策だったりとかできないと思うんで、まずはそこからかなと思います、うん、福山君の人生のゴールって聞いてもいいですか？はい、私の人生のゴールといたしましては、自分結婚とかもあんまり考えてなくて、うん、で、まあ、自分の今の一番近いゴールっていうのが、まあ、30歳までに何らかのリーダー、プロジェクトのリーダーだったりとか、うん、まあ、すごい上の地位、役職についてみんなを管理するっていう役職に就きたいと思ってて、うん、で、まあ、一番あの若手時代が一番伸びしろがあると思ってて、うん、でそこの7年ぐらいだと思うんですけど、うん、新卒で入って、うん、7年でそこまでリーダー行ったら、うん、あとはもうもっと上の方にステップアップしてると思ってて、うん、まあ、50代までにはもう会社を任せるような役員とかに就きたいなっていう思いでやっております。なるほど。それはキャリアプランみたいな感じですかね？あ、そうだと思います。どちらかというと、人生の人生のゴール、はい、50歳で社長になるのが人生のゴールだったら、まあ、もちろんそれでいいんですけど、はい、人生のゴール、何を成し遂げたら満足しますか？自分ですか？はい、本当に根本、簡単なことでいいですか？何でも、はい、人生のゴールなんで、人によって全然違うと思います。自分はいい生活がしたいので、うん、1000万を貯めたいとか、1億円貯めるとか、うん、お金をとにかく貯めて海外に駐在したいです、滞在したいです、うん、それ、いい生活をして海外に駐在するのが、自分の人生の中で、成し遂げたいこと、成し遂げたいことです。それが60代になってからでもいいんですし、うん、50代になってからでもいいんですけど、うん、すごくそれまで働いてお金を貯めて、う
海外に住みたいです。なるほど、PR 会社を選ぶ理由って何ですか？PR 会社を選ぶ理由っていうのは、うん、まあ御社の企業理念になるんですけれども、うん、まあ業界にとらわれない、まあ、PR が業界ってコミュニケーションの業界っていうふうに言われてると思うんですけど、うん、自分はもうすごくコミュニケーションするのが大好きで、うん、で、まあ、アルバイト先でもすごく、まあ、お客様とコミュニケーションを積極的に取ったりとか、うん、自分の同僚とか上司とかとコミュニケーションを取って自分の成長を感じることができてたので、うん、そういうところにやりがいだったり楽しさを見出してたので、うん、で御社におきましてはそこの成長、自分が成長できる環境というのが整ってると思ってて、うん、であと企業理念の話になるんですけれども、うん、行動することだったり目標を持つことだったり、うん、冷静な情熱を持つことだったりとか、あとは素直な心を持って取り組むことっていうのが自分の中でそれが成長において大事にしてることで、うん、目標がなかったら努力もできないし成長もないと思ってるし、まあ、情熱なかったら行動も起こせないし、あとは素直じゃないと他人からのフィードバック、まあ、自分が失敗した時にフィードバックをもらって受け入れられなくて成長できないしっていうのがあって、自分の中で大切にしてることが御社にあると思ってて、でそれをその環境にその企業理念に共感して御社の方に集まってくる人たちがいっぱいいると思ってて、そういう人たちの中でも生まれるっていう環境がすごく自分はこの御社にしかないなと思ってて、やりたいことと自分が楽しいと思ってることがすごく合ってると思ってます。今の質問は、PR 会社を選ぶ理由なので、はい、PR 業界を選ぶ理由はこれですよ、でその後にじゃあなんでベクトルなんですかっていう流れのところを多分イメージして全部そこ答えてくれたっていう感じですかね。でも聞こうとしてたことは結局そんな中で、ベクトルの魅力はこうですっていう話をしてくれたので、それはいいのかなと思ってます。そんな感じですかね、はい、逆に最後に、この辺伝えきれなかったなみたいなのがあったら、1分間お渡しするので、はい、伝えてもらえたらなと。あ、質問していい？何でもいいですか。この辺ちょっと言い切れなかったなみたいな。あ、言い切れなかったな、うん、もしあれば、うん、一番伝えたかったこと、うん、御社のこの環境っていうのが自分にとって最適かなと思っております、うんうん、それだけだと思います、うん、なるほど、わかりました、でしたら、僕からの質問以上になるので、はい、平山君から何かこの辺わかんないなとか、はい、こういうこと聞いときたいなみたいなことあれば質問いいですね。はい、笠谷さんのリーダー像っていうのがどんな感じなの、どういうリーダーなんでしょうか実際的に。そうですね、僕はみんなの、個性みたいなのを、はい、100% 120% 伸ばせるような組織とか、うん、まあ、トップを、やれてるのが一番理想ですね。理想、はい、でこれも、マイクロマネジメントって全部僕が管理して、はい、やらせるっていうのではなくて、それだと僕を超える人が絶対生まれないので、はい、でマクロマネジメントである程度どんどん権限を与えていって、自由にやらせていくことによってその人の自主性とか当事者意識が生まれて、うん、新しいアイデアみたいなのが生まれやすくなってくるので、そうなると僕を超える人たちがどんどん出てくるってなると組織としては、大きくなると、はい、でしたら、こちらでベクトルの最終面接終了いたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それがいい意味であれ、悪い意味であれ、うん、いい、助かりー、助かりー、よかった、疲れた、やりきった。まあ、もうこれが伝えきれてないところはもう自分の実力不足や。あ、なるほど、そう、すごい、これで学びがあった。よかった、そういう表情で持ってきてくれてましたね、うん、
いや、頑張った頑張った、すごい、今回はないっていうか、後悔はない、本当に私もない、食らいついたよ。でもあれだね、結構あの人生の目標について聞かれた。あ、それは聞かれた、俺はマジでヘマして、それあ、ヘマしたね。1億円貯めて海外に移住することですって言っちゃった。あ、でもいや違う、もう俺が20年間やってきたことが多分、まあ人を笑顔にするとか人のために働くとか、はい、そっち系だったから、急に自分に言うの、急に自分になっちゃってそこがもったいなかったよって言われた。これ誰って言われた。やばいやばい、違う違う、人格出てる、エゴ、エゴ、エゴ海外に移住することですみたいな。皆さん、最終選考お疲れ様でした。それではまず桂さんの方から、本日内定者は出たのか出なかったのかを教えていただきたいです。わかりました。本日、ベクトルの、最終面接を通過した人はいます。ではもう早速その内定者の発表をお願いしてもよろしいでしょうか。わかりました。最終面接を、通過した人、斉藤さんです。ありがとうございます。斉藤さんから一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、本当に貴重なお時間いただき、このような結果もいただき本当に嬉しく、ありがたい機会だったなと思っています。ありがとうございます。最後、私としてはやっぱり伝わる伝える、ここの2つをすごく意識して、お互いのことを知りながらコミュニケーションをしていくということを意識したので、それが少しでも伝わっていただいて、こういった結果をいただけてたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。まあそうだろうなっていう感じですね。やってきたこととか考えてることとか、もうすごい一貫性もあるし、評価されて当たり前だなっていうふうには思ったので、そうだろうなっていう感じですかね。では皆さん、一泊二日、内定者もう一人います。もう一人発表させていただきます。はい、お願いします。最終面接を通過した人は石坂さんです。ありがとうございます。石坂さんから一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとびっくりしてます、正直。とにかく自分の、めっちゃ、ごめんなさい、関西弁出ちゃってるんですけど、自分の、伝えようとしたことが伝わったんかなっていうところはすごい、評価して、熱意を評価していただけたことはすごく嬉しく思います。本当にありがとうございました。桂さんから最後に全体公表いただいてもよろしいでしょうか。はい、皆さん2日間お疲れ様でした。ベクトルはですね、エントリー数万人、いる中で、なかなか内定もう60名ぐらいですかね、なので相当な倍率です。最終面接ここまで来たっていうの時点でですね、すごい、レベルが高かったなと思っております。でその中でも、まあ、3人中2人内定出しましたけど、もう僅差だったかなと。でその、まあ、僅差のところがやっぱり自分自身の軸を持ってるか、 もちろん皆さん持ってると思うんですけど、それをしっかり伝えてるか、伝わった人を、2名選ばせていただいたかなと思っております。はい、これからも、就活まだ序盤だと思うので、自分の軸っていうところをしっかりクリアにして、やりきってもらいたいなと思っております。2日間ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして皆さん、1泊2日本当にお疲れ様でした。悔しいことだったり楽しいこといっぱいあったと思いますので、この学びをぜひ今後の就活に生かしていただければなと思います。であと最高の仲間にも出会えたと思うので、みんなと今後も協力して就活を行って、その就活が最高の思い出になれば嬉しいです。ということで桂さん、就活生の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。正直あまり思ってませんでした。自分は
私のことを伝わるようにはお話できていたと思っていて、それはスキル面では評価されてたのかなと思っていました。ただ一方でベクトルさんの社風と自分がこういうところが合ってるんですよっていうのがうまく自分の中でもまだ分かっていないことだったりとか、もうちょっと明確にできるところがあったりしたんじゃないかなと思ったので、そこが私の中では詰め切れてなかったり不安だったりしたので、これはちょっともしかしたら違うかもしれないなと思っていました。とにかく私はすごく楽しかったなっていうふうに思っています。いろんな人と一緒に一泊二日共にした5人の仲間がいて、その人たちにそれぞれすっごい良さがあって学びたいなって思うことも いっぱいありました。でもちろん選考っていう中を通してフィードバックをいただけたり、こういったところが良かったよ、こういったところが悪かったよってところが自分でも納得したり、あ、これは分からなかったってところがあったので、そこを就職活動もそうですけど、これから社会人として活躍する上で生かせていけたらいいなと思ってます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、できましたねはい、とりあえずちょっと、びっくりとホットっていうところですかね。面接の前にあかりと一緒に話して、あかりにここどうしたらいいかなとか、こういうふうなことを言うための理由付けみたいなところ、どうしたらいいかなみたいなふうに相談して最後詰めてもらったので、それのおかげでなんとか自信を持って面接に挑めたかなっていうふうには思います。今後の意気込みですね。とにかく今行きたい会社があるので、そこの内定をいただいて、今回ベクトルさんの内定をいただいたので、そこと兼、もっといろんな社員さんと会って、内定その後どうするのかみたいなところは検討したいかなと思うので、ちょっとここ3ヶ月後とかの動きはちょっと分かんないんですけど、今行きたい会社の内定をもらって、で検討してどうするか今後について考えていきたいなって思います。お世話になってるメンターさんがいるので、今すぐ電話したいです。で、内定もらいましたって一旦言いたいと思います。その人のおかげなんで。いやー、内定取りたかったな。結構悔しいですね。でも結構学びになりましたね、これで。めちゃくちゃ緊張しましたね、あれ。めちゃくちゃ自分が慣れないこの面接、自分苦手な面接っていうところで勝負できるのかっていう、多分練習とか回数重ねてないっていうのもあるし、表現力ないしみたいな。なくないけどね。いやー、でもやっぱ自分伝えられないな、伝わんないな、って思いましたね。考えながら話すのが難しい。もう全部考えていっちゃえばいいんじゃない。でもそうすると多分準備しないタイプ。準備しないタイプです。全然準備したら多分なんか硬くなっちゃうし、なんか頭飛んだ時に頭真っ白になるから、逆に準備しない方が多分いいけど、大まかなものは決めといた方がいいっていう、自分の、っていう感じですね。多分無双すると思います、ここからここから無双ですね。でまたここも多分エントリーするんで、待っててください。2ヶ月後とかかな。